もしもし、何ですか。はい、暴行ですか。はい、違います。私はあの店の人間です。あのお客様が、はい、お客様がお客様から受けました。はい、はい、はい、そうです。はい、怪我はいかがですか。ちょっと首、頭何度も殴られたんで、頭がちょっと何だか殴られたのでちょっとわからない状態で、はい、はい、はい、私は中野と申します。中野ですけど、はい、杉並区方南、はい、はい、2-8-9 です。はい、はい、マーブルガーデン、はい、1階です。まあ、店の名前がローソン 3F。 はい、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 そうです。はい、はい、いらっしゃいます。はい、はい、そうです。はい、原因ですか。原因は何ですかね。口論です。口論だそうです。はい、はい、ちょっと待ってください。今何が原因でちょっとお客さん変わってみてもいいですか。はい、はい、はい、もしもし、こいつ何言ってんだって言ったんですよ。はい、それで口論でしょ。あ、そうです。はい、ちょっと今犯人が目の前にいるんで言えないんですけど。はい、あ、そうです。はい、あ、はい、あ、はい、はい、あ、はい、あ、救急車は大丈夫です。はい、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 あ、もしもし、はい、あ、前科ある。ええ、はい、すみません、ちょっとそのまま、はい、ええ、はい、じゃあお願いします。はい、はい、ちょっとじゃあ、今警察が来ますので、はい、ちょっと落ち着いていただいてお願いいたします。はい、ちょっとお待ちいただいていいですか。すみません、はい、すみません、ね、うん、ちょっとじゃ あ、 少し、もし逃げないようにして、こいつ、はい、はい、はい、私の方で、はい、はい、ちょっとお店の人って、はい、私は店の人間です。あ、そうなんですか、はい、あ、店長さん、はい、はい、あ、すいません、ちょっと今休憩だったんで、はい、ごめんなさい。はい、今殴られてるの見ましたよ、店長さん。私はちょっと今事務所にいたので、はい、直接は見てないんですけども、それはビデオがあると思います。はい、はい、うん、ちょっと警察が来るまでちょっと待ってもらっていいですか。すいません、はい、ローソン 3F 杉並方南町店でございます。はい、こちらになります。はい、はい、店内でお客様が、ちょっと言い合いになって、そうです、はい、はい、そうですね、はい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 、いらっしゃいます。お二人ともいらっしゃ、はい、お願いします。はい、はい、はい、
あの見てた方ってもう帰っちゃいました。いやちょっと見ませんけど、うん、あのでここがあの、まあ、あのカメラが映ってますので、はい、そこは警察が見て判断すると思いますので、うん、はい、はいはい、ちょっとの被害届出すからね。あなた逮捕されますから、それは覚悟しておいてください。自分が悪いんでね、はい。ちょっと待ってください。はい。ちょっと、はい、今ちょっと落ち着いてお待ちください。はい、ちょっと検察が来たらちゃんとお互いにあれすると思いますんで、はい。はい、
髪抜かれたんでいいんですよ。抜かれてこことは5発ぐらいになる。で、これはあなたの髪ですか。あ、そうです。13時15分ぐらいです。